ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラパラ、パラパラ、ラララ。はい、はい。今日はね、はい、ありがとうを伝えに来ました。で、見てください。思います。怒られます。あ、そういうのあったでしょ。だからこれ。ありました、ありました。そうでしょ。あるでしょ。アマゾンで届きました。ガイザーね。これだ、ガイザーなんだから。これしかない。本当に KOD2 もうないんですよ。 KOD2 もう売ってはないか。で、アマゾンで注文書届かないのか。本当にこの度は本当にやるのか。ああ、そう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 、そこにあります。アマゾンにはアマゾンで注文するとちゃんとこれできますよ。そうそうそう。人狼的ドッキリ、人やらにタイムリミット。どうもクロちゃんです。わわわキュンからのバッキューン、フルバージョンですね。あるんですね。楽しくバージョンとかもあるんですね。ありがとうございます。クロちゃんにドッキリを仕掛けられたのがこちらの皆さん、全員48出身のアイドル。あらー、西野さんがいるわけでしょ。全く身に覚えないな。この間の、はい、アベマの、はい、タイムリミットの司会 MC 大村さん、そして藤田さん、パネラーで出ていただいて、はい、本当にありがとうございました。もうお二人のおかげで番組がもう本当成り立ちましたし、盛り上がりました。この度はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。逆に僕らもありがとうございます。ですよね。逆に俺たちの方がありがとうございます。いやこの度だからもう大村さんのあの司会のおかげ。いや誰ですか。あ、すいません。うちの若い師。はい、すいません。若い師。すいません、あのちょっとどいてくれます。真ん中に入ろうとするから。すいません。だから、いやだから MC のね、あの MC っぷりがすごい好評で。普通の MC していただきました。普通の MC でああいうことができますかね。キャリア化されたらできるじゃないですか。何ですかそのキャリア化されたらって。いや、そのまんまですよ。キャリア重ねたらあれぐらいできるって、そのまんまなんですかね。そんなことないですよ。企画自体は面白い番組だったので、そうそうそう、誰が MC やっても盛り上がる。盛り上がる。そんなことはないです。もう、ええ、タイムリミットのプロデューサーの方も非常にトータルテンボスさんでよかったというお話を聞いておりますし、いや、まあ、それはありがたいですけど、ヤマさんからそんな直々にお礼とかは別にそんな。いや番組を代表して本当は加藤浩次も連れてこようと思ったんですけど、加藤浩次さんがどうしても仕事の都合で来れなかったんで、私一人になってしまいました。私一人では役不足ですか。そういうことではない。そういうことが言いたいんですか。加藤を連れてこいっていうこと。スタッフが来て
来るんじゃないのかなって。平山さん演者なのに申し訳ない先輩です。いやスタッフが来るのもおかしい話ですよ。じゃあ何やったらいいんですか。スタッフが来るのもおかしくて来なくていいんですよ。そんなことないじゃないですか今まで。ありがとうございましたね。後日ね私はちゃんと今日クリスタルガイザーの本持ってこさせていただきましたんで。ありがたいですよ。ありがたいですよ。こういう時のお礼の品がクリスタルガイザーって初めてです。なんでですか。だって皆さんね、あの、いやいやいや皆さんね、だってスタッフさんも多いですし、チャンネルの方もね、どん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 あの登録者数も上がってるじゃないですか。僕らですか。はい、結構横ばいです。横ばいです。結構横ばいです。そうですかね。いたずらでドーンと行って、まあドーンと行って横ばい、横ばいです。もう本当受け取っていただきたいんですけどね。あんまりクリスタルガイザーは、はい、いやありがたいですけど、ありがたいですけど、うん、洋菓子とかね。いや洋菓子はでもこれおかしいですよ。こういう場所ですから洋菓子を持ってきて腐ったら困るんでしょ。これはだって半年とか1年あったとしても大丈夫ですから、やっぱりクリスタルガイザーの方にさせていただきます。ちょっとちょっとぜひぜひ置いてください。重たいでしょうね。そんな置いてって置いてですか。でも置いてあれですから置いたらあれなんでこっちやってくれあれなんかあるんですか。違う違う違いますよ。なんで持ちたいんですか。持ちたいんですか。違う、置いたら大川に取りに来てくださいよ。そしたら置いたらいいじゃん。取りに行って置いたらですから取りに来てください。取りに来てください。危ない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 。置いてもらっていいですか。いや置いたらだってなんかあるんですか。何にもないですよ。置いたらなんかある。違いますよって思うじゃん。おねえねえ。おねえねえ。俺のダウンだったら下ろしも。何置かない。置いてくださいよ。絶対にそこつけないね。違う。邪魔だね。邪魔だから。取り行こうもう。取りに行ってくださいよ。もう。早く。いただこういただこういただこう。じゃあ本当にこれます。これどうなってるんですかこれは。あんまりパーマですよ。そんな雑にいきますか。だどうなってるのかずっと不思議だったんですよ。長年ずっとそれを保ってるんだけど、どういう風なご苦労なさってるのかなと思って。パーマですよ。へえ。大丈夫じゃないかい。今日ないじゃないですか。ってみたけどね、本当ありがとうございました。そんなに僕らそんなんでもないですよ。それだけの V ですか。そのありがとうございました。何だって言うだけの一番頑張ってたの。何だって加藤さんだもんね。加藤さんとか言ったら何でですか。加藤さんを支持してたのは私ですから。あ、コントロールです。そうですよ。私が加藤を支持してたんですよね。指示はどこ噛んでるんですか。指示って噛みます。指示をしてたので、はい、だから加藤さんはあのように頑張った感じで見てます。人形なんですよ加藤さん。そうです。だけどやっぱりね、やっぱ真ん中に大村さんがおられてね、とんでもないですよ。あのちゃんと MC をこう回すように、はい、そして藤田さんは藤田さんで前列にいてね、はい、うまいこと加藤にもこう気を配って、後ろのね私にも気を配って、西野さんにも気を配って、ああいうところはなかなかできませんよ。何だかんだ、ね、おかしいですよ加藤さんの横俺が。そうそうそう。なんで山さんでいいんですか。いやいや山さんより前に藤田がいる。山さんなんで後ろ。いや私なんです。もうそういう位置じゃないです。もうそれそれはやっぱりもうそこは藤田さんの番組ですよ。そうそうそう。私の番組ですけど、私の番組であってもタイムリミットというのは来た方々がちゃんと生きるような番組になってますんで、今日もバッチリでした今回は。いや加藤さんで行けましたよね。仕切りも仕切りも。でそしたらどうするんですか。こっちに大村さんいて藤田さんいて私が後ろにいてコメンテートをすればいいわけですか。いやそんなのなかなか成立しませんよ。なんだったら途中のな、あのこう行きましょうっていうのも、ええ、加藤さんが奪って仕切ってたぐらいだもんな。お前も確かにね。そういうところ加藤の嫌なところもあるし。いや違う違う違う。そういうところが嫌だったんだよ。
されてたにもかかわらず、途中から裏で加藤が MC をやりだしたところが、ちょっと大村さんにとってはやりづらかったっていうことで、嫌に伝わる、これ嫌に伝わります。そうそうそう、ちょっと切り取られて記事になっちゃったりしますからね。違います。私もね、いろんなところで MC やらせていただいて、お前やるよっつってすごい言われるんですよ、はい、だけどやりだしたらちょっと噛み出したりしたら、もうお前そういうところがダメなんだっつって、あいつが全部 MC やるだけ。私も立ってる、お前やれよって言ってたくせに、はい、私カンペ持って立ってるだけなの。お前カンペを覚えるからそういうことになるんだと。なるほど、一字一句見ようとするからそういうことになるんだ、だから、そういうとこはダメなんだっつって、あいつが急に MC をやりだす。めちゃくちゃ加藤さんの言いなりじゃないですか。しょうがないでしょ。何が指示してるんですか。あの人の方が、私が10年間いなかった間、大活躍したことによってものすごい地位を築いたんですよ。私は戻ってきた時にはもう私なんてもうペッペーでございますから。確かそうですよね。その最初の前期極楽トンボはやっぱ対等というか、もしかしたらヤマさんの方が、私の方が2個年上ですから。年上ですし、それはもちろんそういうね、パワーバランスでしたけど、この10年を経てもうひっくり返っております。藤田さんと僕喋ったんですけど、ヤマさんなんであんなおとなしいんですかってすごい心配してられたんですよ。なんで、あの西野さんも喋んない、西野さんも言ってたんですけど、ヤマさん全然喋んないじゃんって。それはどうなんですか。毎回なんですか。それとも毎回だけど、毎回毎回ヤマさん全然喋んないから、それは MC に回されますよ。お前こっち行っても喋んねえから喋れないか、お前あっち行ってお前ちょっとお前なんとかやれよってなりますよ。違う、喋ろうとしても誰かが喋りだしたらもうちょっと引くでしょ、その人たちのことを立たせたりとか。で、自分が行こうと思う時にはもう浮かばないんですよ。いや結構だから目が合うから、あ、山さんなんかあるんだなと思って、僕山さんどうですかって言ったら、全然真っ白になってるじゃないですか。そうです、真っ白です。だからそれは振るなよっていう目の合わせ。来る前の目の合わせ方なのに、そうだ、すぐ言うから。藤田もそうでしょ。はい、目が合うな、来るなの。山田どうですかって聞いたら、これ普通の番組だからさ、振りますせ。振らないよっていう目、振るなよの目です、私は。そうだったんですか。今何もないぞの目です。コンスタントに何もなかったってことですか。コンスタントって言ったら、これ言い方じゃん。コンスタントね、仕事なんじゃないか。あの目してますね。言い方悪い、俺の言ってください。フルタイムとか言うな。西野言ってましたよ、僕本当聞かれたんですけど、山本さんって勝手にされたら加藤さん怒るんですかって。だから山さんが喋ると加藤さんが勝手に喋ったって怒っちゃってたから、西野は心配してました ね。ずっと一緒にいる、ここはやっぱずっとそうやって気遣っちゃってるってことだから。西野レギュラーとか言うな、あいつまでレギュラーじゃないぞ。そんな権力ないでしょ。なんかよう来るなと思ってるけど、私はできないなと思ってる。でも今回のね、やっぱりこのトータルテンボスさんの力のね、それはそうです。やっとか分かんないです。まずすごいね、やっぱお二人とも身長がちゃんと関係なんで、やっぱ見栄えがね、トンネルズ、トンネルズに、よっ、トンネルズ、あの番組ってよっ、トンネルズ、いっぱいいますね、千原兄弟さん、忙しい、気なし、違うんですよ、ずっと座ってましたし、高身長っていうとか、やっぱりこう、ありますよ。お笑いによって関係ないでしょ。いやいや、非常にこのお二人が立ってる姿すごいと思う。絵になるとか言葉がないだろ、今のは誰もが絵になると思ってると思う。素晴らしい、素晴らしい。いやだけどね、本当にでもね、まあ、あでもこれ言っていいのかな、ちょっとでも本当にありがとうございました。もうトータル、いやいや、あーまずいかな。いやいや、本当にいやいや、なんか気になるね。違う言っていいのかな、ちょっと歯切れ悪いです。いや、だからまあちょっとまあ、なんかちょっとある筋から聞いた、あれいいか、別に。絶対めちゃくちゃ嫌だ、絶対よ、気になるな。あのパンサーのね、パンサーの向井さんよく、まあ、出てたんですよ。よく MC トンボさんの番組でね、司会やってるの見ますよ。そうそうそう、で、はい、ちょっと今回あのスケジュール NG だったんですよ、はい、で、まあ誰かいないかなみたいな話をね、なんて、はい、藤森さん、あ、慎吾、はい、そう、藤森さんにも言ったみたいなんですよ、さ、藤森さんもちょっとそのね、スケジュールがダメだよ、とつって、のぶしこぶしの、はい、吉村さん、はい、もうちょっと出
出られたりしてたんで、そしたらダメだったんですよ、はい、品川庄司の品川さん、はい、品川さん、はい、ちょっと丸だったんですよね、丸、まあ、いける、いけるっつって、はい、いけるっつって、はい、で、トータルテンボスさん、ちょうど OK だっていうことで、はい、まあ、見事勝ち抜いたというちょっとやだな、おめでとうございます。品川さんに品川さんと、まあ、トータルさんの決勝だったんですよ。ちょっとそれで、トータルさん決まったんで、本当、そういうところおめでとうございます。品川さんに勝ちましたよ。別にやったらちょっとダメだ、あのだったらいいやじゃないか、だったら俺ら、品川さんもダメで俺らの方がまだすんなり行きやすい。今一番かわいそうな品川さんですからね。そうですか、先輩してますから。これは品川さんにごめんなさい、言いに行かないといけないですね。そうですね、俺たちにありがとうよりも品川さんだって、ごめんなさいを言わなくていいんですよ、だって知らないんですから。そうですか、言わなくてもそんなこと伝えなくても、いや、いろいろそういうのをね、あの知らずにやられている芸能の方がたくさんいるからちゃんとそういうのはね、でもね、本当はだってよく大概の大概の大概の大概です。なんか書いてあるのは何か、のぶしこぶしとかなってて、のぶしこぶし、はい、うん、気まずそうに AD が台本しまって、ね、すぐにプリントし直してくるみたいな、この間もありました、これのぶしこぶしだったのかなみたいなありますし、この間も僕も野球系のなんかロケ行った時に、俺のとこ全部ティモンディ高岸って書いてあったんですよ。リアルですよ。野球芸人としてもうティモンディが上に行っちゃったから高岸だったんだっていう、うん、はい、その時会議で本当に言ってたんですよ、うん、トータルさんって2人じゃないですか、はい、今で藤森さんとかみんなピンで、はい、で大村さんやってもらって、はい、藤田さん座ってもらうから、はい、山さん外すかって話も一緒に、お前何だお前それ、あれどういうことや、お前お前が今ここで言うことか、それこそ今言うことじゃないじゃん、今聞くな聞くな聞くな、今お前が言うことじゃないか、知らない芸人さんいらっしゃるって言ったから言っとこうかな、お前が喋った方がいいです、喋るよ、お前が喋る必要ない、今それを全部なしだ、山さんが言った意味だと思ったら甘いお前の振り方、お前の振り方、最初に柔らかい時に最初振れ、一番最初に何言うとも傷つかない時に王子みたいに持ってくるからこんがらがって、山さん王子でしょ、落としてくれるって思ってない、で、加藤にも言われたんだよ、お前面白いことを言おうとするから変になるんだって、どうすればいいんだって聞いたら変なことを言え、面白いことと変なこと違うんですよ、だから面白いこととかそうやってなんていうの落とそうとするなって、だからお前変になるんだって、だから一個キーワードをやる、変なことを言え、しかし操縦されてますよ裏で、それで俺がね、あの肩の荷が下りてくる、変なことは、いや、いいんだと、変なことも言えばいいんだそれだけでいいんだと、でもこの度ありがとうございました、いや、ありがとうございました、でもわざわざ、はい、またお願いします、では、私はいいですか、クリスタルクラッチャー、どうぞどうぞ、皆さん飲んでください、いや、あの、変な挨拶して終わりましょう、お前お前やめろそれ、お前一発で言ったよ、変な挨拶、変な挨拶、マネはまあ、ちょっと綺麗でしょ、まあ、綺麗言ったら、まあ、変な言い方だったんですけど、じゃあ帰りましょうか、はい、じゃあ帰りましょう、またね、いや普通だダメだよ、やめろ、俺一番こういうの本当苦手じゃないか、変なことね、だって変なこと言えって言われてる、大村が突っ込んでくれます、大村が突っ込んでくれます、大村こういう時どうすんだよ、大村こういう時どうすんだよ、お前この時どうするの、どういう変なアイドル大好きのクロちゃんが4人の AKB48 グループメンバーにドッキリを仕掛ける、ちょっと待って待って、リンリン君の表現、リンリンが説明して捨てても意味がないんだよね、はい、そうです、どうですか、わかりました、ありがとうございます、早っすごいな、すごいな、加藤さんの、じゃあ帰りましょう、うわ来たぜ俺のところ、何か知らないけど一番向いてない、嘘だろ、怖っ、お前も一番向いてないと思うよ、いや怖いな、いやちょっと待って、お疲れしたこうなるだろ、これさ、今投げるこうなるね、投げるか
山田さんお疲れでした。お疲れでした。いいじゃないか。いいじゃない。これもないっすか。いいじゃない。いいじゃない。ブライトのコンポイント。山さんっぽい。山さんがやれば面白い。面白い。面白い。はい、まあ、変なこと言っていきます。変なこと言ってきますんで、お願いします。よっしゃ、よっしゃ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。